はようございます。スリコー TV です。これ結構待ちに待っていたフック、流儀のピアスツインブルタルっていうことで、いよいよですね、このツインフックシステム流儀のバージョンのものが店頭に並び出していたので、あーいろんなサイズ出てるな、どれ買おうどれ買おう、いやーんとりあえず目につくの全部買っちゃえと思ってですね、とりあえず4箱買ってきてみました。これね、あ1個ね890円っていうことで、こんな感じでね、でだいたい4つずつ入っているようですね。これ5つ入ってるな、あれこれは3つこうか、ですまず、1番サイズは5本入っていて、で0番サイズは4本ね、10番も4本で、一番ね大きいのかな、この20サイズは、3本ね入っています。こんな感じでね、パッケージねすぐあの釣り具屋さんで見つけやすいかななんていうふうに思いますけども、ツインフックっていうことで、まずねこの一番大きな20番ね開けてみますかね。どんな感じか、はい、うわ、はい出てきました。こういう感じね、アウトバーブね、バーブがこの外側についていて、でここ熱伸縮チューブで2個位置に合わさっているんですけども、ここにね愛が2つあるのを見て分かるように、こういう感じで、2つのシングルフックを束ねることによってっていうコンセプトの針なんですね。でただね、あのシングルフック合わせるだけっていうことではなくて、これ専用にね、この愛からこの角度、絶妙な角度がつけられているので、こう2個位置でこう合わさった時に絶妙なこの角度がね実現されている、まあこういった感じなんですけども、大きな魚とかがかかった時にこれが破れることによって可動域が増えて、でバラしづらいっていうね、そういった感じで良かったかと思うんですけども、結構こうトリプルフックとかだとかかり方によってはいろんなテコの原理とか利用されて、シングルフックでスパーンってかけるよりもパリッとねこうね取れちゃうね、取れちゃうことがある場合があったね、それをこのシングルフックね、一番かけちゃいさえすればシングルフックでテンションを抜かないのがね一番魚バラしづらいのかなって、これはねあの、まあ、例えば餌釣りとか見てもねほとんどシングルフックですよね。まあブラックバスの釣りとかでいうと、例えばジグストの釣りとかですね、あとはワームのライトテキサスの釣りとかで見てもシングルですよね。でじゃあ、ダブルじゃどうなのっていうことなんですけども、ダブルだとこう力点がね2つあるから、こう1本に魚の荷重がかかれば貫きやすいんだけども、この2本同時に食っちゃうとこう力が分散されてですね、フッキングがもうスーパー鬼フルフッキング入れないとなかなか刺さりづらい、そこのところもこう絶妙にこの1本がかかってそれから仕事を開始してくれることによってよりバラしづらいよなんていうね、ここら辺が微妙に動き回るんだよっていうのが作用してですね、いい効果を生むっていうことで、大物狙い、海の大物狙いとかを中心にですね、こういうコンセプトが流行ってきているわけなんですが、そこでですね、まあ、ガマカツとかから出たりで、今回は流儀ね、流儀の場合はこのブルータルシリーズね、山田優吾さん監修っていうことで良かったと思うんですけども、これにあたって今ね、あの変な風になっちゃって、はいはい、山田優吾さん監修っていうことで良かったと思うんですけども、これによってついにですね、こうまあブラックバスなんかにも非常に特化した線形、大物狙いにテストを繰り返された線形形状のこういったフックが出てきましたよっていうことで、でこうね、小さいサイズのねツインフックとかよくあったんですけども、この大物対応のね1番から20番番手でね、この評判のいいブルータルのコンセプトを乗っけたですね針がついに出たっていうことで早速買ってみたわけなんですが、まあ
搭載スタイルはね、いろいろ持ってきたんですけども、まあ、まずはですね、こういったビッグベイトね、各種ね、これは、ブルーシューターの160のサイズね、こんな感じとかでね、こういうダヴィンチにもちょっと使ってみたいななんて思ってですね、これパチ抜けシーズンに使ってたパチ抜け仕様の小針まだつけてるんですけどもね、こういうのとか、あとね、はい、これがですね、ヘドンのスーパーマグナムザラスプークっていうことで、まあ、これもね、どんな針乗っけっかなってね、いつもね悩んじゃってるんですよね。いろいろね、とっかいひっかい、あとはこうスプリットリングを追加したりしてね、かけた後ね、まあ、ようバレるんですよね、よくバレる。で、どういう針乗っけようかなって、結局ね、今ね、このブルータルのフック乗っけたものなんかが非常に使いやすいかなっていうところなんですけども、それでまあツインフック出て大きな番手が出たらぜひ乗っけたいななんて思ってね、これとか、あとはですね、これの流れを組むこのね、去年のね、メガバスのメガドック220ってね、これもですね、やっぱ魚を乗っけた後どうするかなっていうね、こいつ自体がボディがでっかいから、こう変なね、テコの原理みたいなのがね発生するとですね、こう魚船に引っ張ってくる時にね、よくバレちゃうっていうのがあって、それにこのシングルフックの理論とかが乗ってきたら使いやすいからどうかなとか、まあ、ここら辺もね試してみたい。トップウォーターでね、バレやすいルアーに使ってみたいなとか、あとはまあこれ160なんで、こっちですね、この大きな190のサイズのブルーシューターですね、こんなやつにもですね、乗っけようかななんていうふうに思ってですね、まあいろいろルアー持ってきてみたんですけども、ここら辺でねちょっと装着していこうかな。で、装着の肝とか書いてあるかな、まずですね、これコンセプトをちょっと見ていきたいと思いますが、ヘビータックル、PE タックル、プラッキングへの回答ということで、ツインフックシステムですね。ダブル、トレブルフックでは全てのフックが固定されていたため、2本以上のフックがかかった際に発生するねじれなどの力が加わると伸びや折れが発生することがあった。ツインフックシステムはシングルフック2本を熱収縮チューブで束にする構造上、フックそれぞれが負荷に応じてフレキシブルに稼働するため、それが発生しにくく高強度であると言える。この特性からヘビータックルや PE タックルなど、高負荷がかかる条件下での使用に適しているピアスツインブルータルは、前述のシステムに流儀フック力学論を、注入し製作。軸線形は太い形にすることで、一本がかりなどで変形リスクを、太さによる単純強度でねじれ伏せるとともに、パワーロスの少ないフッキングも実現。太い径にすることによって貫通力低下は極小アウトバーブと TC コートを施すことでカバーしたということで、ちょっとね、この丈夫な軸線形、太めな軸線形にしているのを、このフッ素加工の滑りの良さとアウトバーブの極小のね、このバーブによって、太いんだけどスコッとね刺さるようにね、で刺さった後はこのツインフックシステムの独特の特性によって、かかりさえすればなかなかバレづらいよっていうような、コンセプトみたいですね。じゃあね、早速気になるルアーにもつけていっちゃいたいと思うんですけども、こういうね、太いスプリットリング用のねやつがあると結構快適につけられる、まあ、例えばこういうね、つけづらいなっていう、グイッ、結構ね広く開けることができるんで、こういうねイカチやつなんかも、はい、ちょっとね息切れするけどね、だいたいつけ終わりました。で、改めてね、これつけてみてなんですけども、フッ素をコートしていてツルツルなので、スプリットリングになかなか愛がかかりづらい、そんな時にこれね、専用のちょっと太めの愛開くプライヤーなんですけど、海釣りコーナーとかにあるんですけど、このプライヤーであればこういう、例えばここ通してね、ガッと見えるかな、こういう感じで結構ね、ここが広く開くことができるんで、このツルツルのフッ素コートの極太の愛もね、ツルッとなんとか
通すことができました。結構ね、普段使いのこういうプライヤーではね、なかなかこのクリアランスだとツルッツルッブサッとかね、刺さったりしてね、非常に今危なかったんで、そうですね、このツインブルータルを使う、まあね、入れるときはこういった専用の太い愛用のプライヤーを1個用意しておくと便利じゃないかな。で、まあどんな感じでつけてみたのかって、こうちょっとごちゃっぺになってるんですけども、この178っぽいね、このサイズ感のやつには0番と1番ね、0番前、0番後ろ1番みたいな感じで、つけてみました。こんな感じでね、はい。で、ブルーシューターには、あ、これね、ちょっとねサイズが足りなくてつけてないんですけども、これね10番ぶら下げてみました。ちょっとね小さいから20番でもよかったかななんていうふうに思うんですけども、ちょっとね現場で使ってみて、その沈み具合とかね、浮き姿勢とか見て、まあ20に変えるのか、もうちょっとここクリアランスがあったらいいのかなんてのはちょっと、探ってみたいと思います。で、今回ねいいなと思ったのが、一番いいなと思ったのがね、これヘドンのスーパーマグナムザラスプーク、これにね20番2つね背負わせてみたんですけども、こういう感じで20番かけてみましたが、これの何がいいかっていうと、これねウッドでできてるんですよ、ね、もうね貴重なデッドストックのルアーなんですけども、でトリプルフックでね使ってると、ここのねフックサークルがどんどんえぐれてって、ごついねこういう針乗っけてるから、この針先でえぐって、この中のねウッドがどんどん露出してきて、で水が浸水してとかね、そういう弊害があったんですけども、これをこのツインフックで外側にこう通るように、巻くことによってこのえぐれがなくなるんじゃないかなと思ってね、あーちょっとねこれ使えば使うほどね、どんどんここが木が露出していって、最終的にこれ大丈夫かなみたいな状態になっちゃってっていうのがあったんですけども、このねあのフックので外側にね針向けて、内側に針向けたらあのえぐれちゃうんで、外側にこうポイントが来るように向けて設置したところ、多分ねツルンツルンツルンってなってね、でもなおかつ魚はちゃんとかかってっていう感じになるんじゃないかなっていうことでね、ここら辺もあの浮き姿勢が重要なルアーではあるので、実際にね現場で釣り場で投げてみて、で浮き姿勢なんか見て、ちょっと針の番手は考えようと思いますが、まずはね2番をつけてみて、あとねこれねメガドック、これはね101020、本当はね202020で行きたかったんです、あ刺さる刺さる、202020で行きたかったんですけども、ちょっとね今数が足りなくて、とりあえず101020ね、こんな感じのセッティングで仕込んでみましたよ。まあこれで、あとはねちょっとこのブルーシューターの160とかにもどうかな、ちょっと10合わせたいなってのがね、もう一箱ね買ってきてね試してみようと思うんですけど、なんかまあこんな感じでごちゃっぺですが、でねここら辺の針はまだねあの使えるんでね、取っておいて、ちょっと違うなって思ったらすぐに戻そうなっていうふうに思うんですけどね。まあ今回のポイントとしては、ツインブルータルですね、これをやるときはこういったプライヤー、結構ねプライヤーいろいろ用意して、どれでかけるかなと思ったんですけども、これかかんなくて、これとこれ組み合わせたりしてかかんなくて、これで隙間やろうかななんていうの悩んでかかんなくて、結局ねこのね海用の超太軸用プライヤーで、仕込むことができました。まあねこんな感じで、ちょっとこれは違うやつだから、組んでみたので、早速ね釣り場に持って行って、まあ魚かけてみてね、あのどんな感じかようやくわかるでしょうから、まだねちょっとね
これからいろいろ試してみたいなというところではあるんですけども、はい、こんな感じでね、準備万端、はい、あとはね現場で使ってみるだけっていうことで、早速ね釣り場に持って行って各種ねどんな感じで活躍するのか、実況動画の方もね作っていきたいと思いますんでね、まあ釣れるといいなって思いますが、これのねその後が知りたい方で、まだチャンネル登録してない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。でそうですね、まあ、いい感じのフックだねなんていう風に、感じた人はぜひねグッドボタンもお願いいたします。というわけで本日の釣り講 TV はこちら、流儀の新しいですねピアスツインブルータル、これを買ってみていろんなルアーにつけてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。